はい、10月といえばですね、神戸ジャズの季節でございます。はい、今年もやりますよ。はい、やりますよ。はい、いつもビッグバンドでしたけどね、今回はですね、このなにわの4人、このなにわの4人を中心に、2部の方のゲストで参加させていただくということでございますけども、神戸ジャズといえばやっぱビッグバンドでございますから、今回はですね、参加していただいている、学生の皆様の中から、選抜メンバーをですね選びましてですね、で、学生たちのビッグバンド本セクションと我々のリズム隊とでなにわエクスプレス曲を何曲か演奏するというような企画もあったりするわけです。もうビッグバンドではやっぱこの人です。ビッグバッビッビッビッバッバッバッビッグも完全デニスホッパー違いますね。デニスホッパーちょっと違ってきたよね。デニスホッパー最近ほんまになんか役者度上がってきたもんな、ね、うん、その役者度の上がった東原理香さん、メミニャーン、分からん、10月の14日であります、神戸文化ホール大ホールです、一部は、よりすぐの、たくさん出てます。今回も、学生の皆様方、中学生、高校生、一般の方含みまして、ビッグバンド、そして2部がなにわエクスプレス、そして2部の後半に、学生選抜コンセプションとのセッションもある、コラボレーション、コラボレーションありますよ、はい、そんな形で、10月14日をお楽しみにお待ちしてます。